どうもエルゾです。それではラストオブアースやっていきたいと思います。今回はですね2が先日発売されたんですが、ちょっと2しようと思ったんですけど1をしたことがなかったので PS4 版ですねのリマスターをやっていきたいなと思います。一応ジャンルとしてはサバイバルホラーですね。あのバイオとかいう系だったということなんで、まあ大丈夫でしょうとちなみに、一応ゲーム的にはアクションサバイバルアクションということなんで結構弾数制限とかもあるようなので、こちらの方やっていきたいと思います。いやーね、あのねずっとやろう思っててやらなかったものなんで、ちょっとねこれを機にやりたいと思います。でまあ一応基本ラストオブアースの本編の話と、なんかサイドストーリーもあるらしいね。こちらは、本編クリア後の状況を見てやりたいなと思います。では早速やっていきましょう。さあ新しいゲーム、初級中級サイドグラウンド、中級からいきます。頼む、聞いてくれ。あいつは上司だぞ。だから今クビになったら困るんだよ。分かってる。明日の朝話そうな。明日の朝だ。じゃあな。はい。ほら。仕事どうだった？なんでまだ起きてるんだ。しまった、何時？とっくに寝る時間だろう。まだ今日でしょ。ああ疲れてるんだ。口答えはやめてくれ。はい。なんだ？誕生日でしょ。時計が壊れたって言ってたよね。だから考えたんだ。気に入った？サラ、これすごくいいけど動いてないぞ。ほら。え、嘘嘘嘘。もうバーカ。お金はどうしたんだ？ドラッグ売りさばいて儲けたの。そうか。じゃあローンも手伝ってもらおう。はいはい。おやすみ、愛してるよ。もしもし。サラ、頼む。パパをすぐ呼んできてくれ。トミーおじさん、今何時？早くパパと代わってくれ。何か。トミーおじさん、もしもし。さあじゃあやっていきますか。何だったの？なんか慌ただしい感じになってきたね。あーこういう動きか。あーしまった、あげるの忘れてた。コングラチュレーション、ハッピーバース。いやーなんか嫌だな。パパ。この動き嫌だな。え？
なんで会えてんのかな。全く読めません。パパ、ここなの？広がっている病原菌の感染に関係しているようです。どこにいるのよ。最新の報告によりますと、感染した患者は攻撃性が極端に増すという症状を。全員退避しろ。ガスバルだ、急げ。ただいま後ろで何か動きがあって。なんかめちゃくちゃやばそうやね。あ、なんなの。おー、マジで、すげえすげえすげえ。本当はあの野次馬ってこんな感じだよね。さあパパを探し行こう。パパを。いやー、パパ、あのアナウンサーの人もダメだろうね。何が起きてるの。さてさて、ギターがあるね。パパの電話、着信が8回。一体どこにいるんだ。電話をくれ、すぐに行く。ちょっといいですかね。字幕が、オフになってん。字幕ちょっとオンにします。これで OK かな。今夜は仕事で遅くなるが、ご飯はデリバリーで頼んでいいぞ。明日の朝を。明日の朝、むしろ明日の朝迎えれるかどうか。ん？なぜ動いてる？おお。あ、パパ。サラ、大丈夫か？うん。誰かここに来たか？うん、誰も来てないよ。ドアの近くに行くな。おい、下がってるんだ。パパ、怖がらせないでよ。どうしたの？ジミーの一家。様子がおかしい。病気みたいだ。病気って？おお。ちょっと。ジミー。パパ。サラ、来い。ジミー。いや、血まみれじゃん。大丈夫。ジミー、警告だぞ。やめろ。こっちだ。撃ったの？サラ、今朝会ったのに。聞いてくれ、何か良くないことが起きてる。脱出しないといけない。言ってることが分かるか？うん。トミー、さあ行こう。分かった。どこにいたんだ？何が起きてるか分かるか？ちょっと待ってな。なんだおい、血だらけじゃないか。俺のじゃない、出発しよう。町の奴らの半分が理性を失ったそうだ。そうさせてくれ。寄生虫か何からしい。寄生虫、何があったんだ。あってだ。おい、サラ。あ、ってことはやっぱ知ってるってことか。大丈夫かい。大丈夫。ラジオ聞いてもいい？ああ、もちろん。ありがとう。やば、あの車やばそうな気もするけど。ラジオもダメ。ひどい状況だ。さっきニュースが流れてた。なんて言ってた。兵士たちがハイウェイを封鎖しているそうだ。トラビス軍には入れない。ここを脱出しないと。71号もそうだ。何人住んでるの？めっちゃ抜けていったな。あ、家の中でズタズタにされてた。トミー。ああ、悪い。単なる噂だ。できればもう誰も来てほしくないよね。違いだ。嫌だな、なんかこの感じは。それが東海岸と西海岸。おい、あれはルイスの農場だ。今は燃えてる。助かったんだ。
やつは大丈夫さ。私たちも病気？いや、病気じゃない。本当に？町の方で発生したらしい。本当だ。シミも町にいたの？ああ、そうだ。俺たちは大丈夫だ。おい、人がいる。何をする？人？無視しろ。子供もいるぞ。こっちもだ。でも乗れるよ。走るんだ、トミー。止まって。俺は知らないんだ。助けは来るさ。乗せられたのに。お、救急車かね。ああ、最悪だな。みんな同じことを考えてやがる。戻ってから。おい、なんだお前、行けよ。やばい。なんなの。トミー、トミー、早くぞ。やばい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 。うお。ええー。尋常じゃないぐらい早かったぞ。みんな動けよ。何から逃げてるの？やってるだ。ここで止まるな、ソミ。ここは抜けられないって、兄貴。じゃあバックしろ。後ろから来てる。その隙間だ。捕まれ。後ろ？後ろ？後ろが来てた？うお。さあ、とりあえず出ないとね。やばいやばいやばい。あれ？トミーは？いきなり。パパ。ここだよ、サラ。ここだ。手を出して。どうした？足が痛い。どのくらい？歩けない。逃げないとやばい。これで守ってくれ。さあ、行くぞ。しっかりつかまれ。分かった。さあ、逃げろ逃げろ。やべやべやべ、もう来て来て来てる。あれ、危ない。さあ、目を閉じてろ。いや、これ逆に目閉じてる方が怖いよね。うわぁ、こっち。あ、だね、こっちしか行けんね。やばい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 。パパだけを見てろ。うお、車も。パニックや。いや、何なんだろうね。なんかゾンビにしてはって感じもするんだよね。ゾンビなのか。路地を通れ。路地。走れ。精一杯走ってます。あー、トミーありがてえ。やばい。止まるな。ここを出る道を探せ。来い、兄貴。そう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 。急げ。オープンしてる？オープンしてる？ハイウェイに行け。早く、サラがいるだろ。俺は追いつく。おじさん。先に行ってるぞ。急げ。おじさんを追いやばい。あいつは大丈夫。ここしか行けない。ここ通るって行くの。あのヘリは何のヘリなんだ。救急隊かな。パパ、てかね、めっちゃ後ろからね、めっちゃ後ろから来てる。あ、ダメなの。
わかる。うすら見たらダメなんだね。ママ。はい。走ってます。いやー、嫌やな。後ろ見たらダメっていうのはちょっと恐怖やな。もう大丈夫だ。大丈夫。おい、助けてくれ。頼む。この子、足が折れたみたいで。わかった。俺たちは病気じゃない。区域外で民間人を発見。どうしますか？パパ、トミーおじさんは？まずはお前を安全なところまで連れて行く。小さな女の子もいるんですよ。しかし、了解。頼む、ひどい目にあったんだ。とりあえず。くそ。やめてくれ。まずい。サラ、手をどけて。大丈夫。絶対に助かるから。しっかりするんだ、サラ。持ち上げるぞ。痛いよな。頑張ってくれ。頼む。大丈夫。サラ。嘘だろ。ダメだ。頼む。そんなと言ってくれ。頼む。ダメだ。神様。どうして。頼む。行かないでくれ。頼む。さあ、ラストバス、スタートですね。マジか、この死んだか。すごい数の死体が道路に並べられてた。WHO、世界保健機構によるワクチン。病気って言ってたから、感染症か何かってことか。パンデミックか何かになるのかな。官僚が追放されたことで、ようやく市民保護のために必要な行動。ついにロサンゼルス市でも、初めて戒厳令が発令されました。すべての住民が72時間以内に、指定の隔離地域。この冬、史上最低の配給量をきっかけとして発生した暴動が、3日目を迎えました。ファイアフライと名乗るグループが今回の攻撃について犯行声明を発表しました。彼らの社会検証は政府組織の復活を訴えています。抗議デモの責任者としてファイアフライのメンバーとされる6名が処刑されました。私たちと一緒に立ち上がりましょう。闇の中にいる時こそ光を探してください。それがファイアフライです。夏、うん、夢か。20年後。はあ、めちゃくちゃ時間経ったね。今行く。ご機嫌だ。飲む？ああ、いや、いらない。面白い情報があるの。どこにいたんだ？ウエストエンド地区よ。運ぶものがあったでしょ。二人でな。二人で運ぶはずだった。でもあなた、一人になりたいって言ってたじゃない。当ててやろうか。取引は失敗。客は薬を奪って逃げた。取引は無事に済んだわ。このカードで2ヶ月は食べていける。その傷はどうした？戻ってくる途中でバカな2人組にちょっとやられただけよ。何発か食らっちゃったけど無事だからいいじゃない。よこせ。バカな2人組はどこだ？さあね。どこの奴らなんだ？ただのバカよ。問題はあいつらを雇ったのがロバートの野郎だったってこと。あのロバートか。
こっちに感づいたのよ。捕まる前に殺そうってわけ。ずる賢い野郎だ。そうでもないわ。隠れ家が分かった。本当か？どこだ？ミッションヒルの古い倉庫。今のところはだけどね。それで十分だ。行こう。ええ、いいわよ。20年経ってもっていう感じだね。チェックポイント5はまだ空いてる。外出禁止まで残り数時間だ。じゃあ急ぎましょう。ほう。さあちょっと進めていきますか。今朝招集令状が来た。町の外での作業に選ばれたのよ。最悪だな。そういう作業を兵士がやるんだろう。そのことが伝え。めっちゃリアルやな。隣から子供の声がしてきたぞ。常に有効な身分証明書を携帯してください。法規則の遵守は全市民の義務です。あれ見て、配給の行列ができてる。どれどれ。あれか。行くぞ。近づけ。床に伏せろ。分かった。悪いことはしてない。両手を頭の上に。よし、キャンプ。感染者が増えたみたい。あ、やっぱ感染症だったのか。IQ カードを偽造して捕まった。なんてことだ。どうなった。書類は手に入れた。問題なく通れるはず。冷静に。よし、通過しろ。いや、なんかこういうゲート、ディビジョンの世界にそっくりだね。さあ、通らせてもらおうかね。身分証明。条件は何だ。休暇だ。友人の訪問。よし、通っていいぞ。どうも。おお。ファイヤーファイヤー。下の字幕が追いついてない。バスで振り返る。あ、エリスで走るのか。安心してください。誰もいないね。市民の皆さん、内部チェックは当面の間閉鎖します。全市民は10ポイントの周囲から。せっかくの書類がちゃんと手当てして。さあ、医療キットかな、治療か。体力が下がったらということで選ん、ああそういう感じ。選んで長押し。この治療方法はなんか懐かしいな。検問所は通れない。外を回っていかないとダメ。壁の外。それともロバートを見逃す。バカな。おい、テス、あれを見たか。近くでね。東のトンネルはどう。大丈夫だ。さっき言ったよ、誰もいない。どこ行くんだ。ロバートのようなの。君も。他に誰が。ああ、マーリンがロバートのことを探し回ってた。マーリン。ファイアフライのロバートに何のよ。俺が知るか。どんな情報をあげたの。何も。ロバートの居場所は知らん。よかった。ねえ、気をつけて。軍もじきに動くみたいよ。ああ、またな。じゃあ最初の目的はそのロバートを。マーリンがロバート締め上げることか。どういうこと。わからん。だが急いでロバートを見つけないと。誰かいるね。着いたわ。よう、調子はどうだ。どこも物騒ね。こっちはどう。静かだ。軍も感染者もいない。安心したわ。
ジョエル、手伝って。隠し扉か。ほぼほぼ後ろ見えてたけどね。まあ、そんなもんか。無茶はするなよ。はいはーい。じゃあ行きますか。ああ、もうひどい状態ね。ここもきちんと管理してほしい。二人ある。準備しましょう。特に何か落ちてるとかはないね。ああ、罰連打か、反転するなら。はいはい。荷物は前と同じ場所よ。さあ、災いが、銃が手に入るということは。やめてくれ、全部。いや、できるだけそうだね、サバイバル系なんで。抑えたいね、弾の消費はね。構えない状態で。あ、マジか。結構、ややこしいな。何かのボタンを押してっていうわけではないんだね。行くわよ。ではどうぞ。さあ。気をつけろ。気をつけてる。そうだな。外も久しぶりだな。デートしてるみたい。ああ、いいムードだろ。ええ、そうね。いや、だいぶ、そうか、20年経ったわけか。まあ、そんだけ変わるわけだね。この近くにあったはずだ。この近く、あったあったあった。あったぞ。よし、持ってきて。チュートリアルがアンロックされました。一応そのまま行きますか。レディーファースト。レディー、私のことじゃないわね。そんなことないさ。こっちよ。降りましょう。いやー、全部壊れてるね。タグがあるんだ。しかもファイアフライってさっき話に出てたやつらだよね。敵っぽい感じだけど。ロバートの銃をどうしたと思う？死にたくなきゃ取ってあるさ。銃さえ取り戻せたら売るのは簡単よね。待って、奉仕。奉仕？え？この奉仕は感染源もしかして？どこから入ってきたんだ。前はなかったのに。発生源があるはず。気をつけて。マルシャガミか。これまず操作から覚えないといかんね。比較的新しい。周囲を警戒してちょうだい。うわ、ここなら通れるはずだ。大丈夫？天井が落ちてきた。気をつけろ。もう脆いんだね。落ち着け。気をつけるんだ。助け。マスクが壊れた。銃が落ちてる。おい、人思いに殺してくれ。頼む。どうする？行こう。すまん、問答無用やった。いきなり襲われても嫌なんでね。
ちなみにガスマスクは特にどうにかするっていう感じではないね。消費はしないね。R1 で聞き耳を立てる。忍び寄って掴む。待て待て、操作がいきなり多すぎる。情報が、いやーこれ嫌だな。まあまあね。え、ちょっと待った、これはいや、ちょっと待って、確実に、あーやべ、めっちゃ揺れるじゃん。しかもヘッドショット。あ、物理もいいのね。数が少なかったら物理ありだね。さあこれで全部ね。うわー怖え。いやーなんだろう、ゾンビに近いような感覚もあるけど、いやーちょっと不気味やなこの雰囲気は。これ以上持ってない。あー一応チュートリアル的な感じか。さて三角で回収して、でも細かいねこのライトのさ、反射してってか油の汚れっていうかね、こうやって虹色っぽくなるのはちょっと新鮮だな。いないよね。ここは特になし。資料があるぐらいか。兄弟へのメモ。兄貴もうちょっとのところでしくじっちまった。マーク。都市に入ろうとして感染したのか。中ではみんな文句ばっかりだけど、この都市に住みたくて命を懸けるやつもいるのよ。いや、不気味でしかなかったけどな、さっきのあれは。はあ、いい空気ね。外の何？空気よ。あの街の匂いは大嫌い。ビルに消臭剤でも頼んだらどうだ？そうね。使用期限がなかったら明暗だわ。おー、バリケード、気休めのバリケードだろうね。わかった。さて、ああ最悪。アイテム探すことはできないんだね、今の聞き取るね。頼んでもいい？分かったよ。仕方ないな。そしたら橋を架けますか。橋を架けた瞬間、おお意外とそういう落ち方するのね。あー反対側でいいのか。じゃ、ダッシュジャンプ的なのはないみたいな感じだね。橋を架ける。こっちよ、渡して。これ渡した後ねえ、ちょっと嫌な予感しかしないんだけど。大丈夫だと思う。分かった。
で、どうやって上上がろうかなっていうところだね。お、登れた。なるほど。できたわ。一応回復アイテムが落ちてるね。じゃじゃじゃ。で、これ以上持てないになるのか。近くに兵士がいないか調べてくれ。大丈夫。特にアイテム持ってない感じだね。捜査官は結構のんびりって感じかな今のところは。そこアイテムなし。やっぱないか。そうそうないね。また室内か。よし。じゃあ、まず、動画の方はここまでにしましょう。ライブの方は引き続きやっていきたいと思いますが、そうですね。ちょっと霧が良さそうなんで、一旦ここまでにしたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。じゃあ、またな。